ふえよホークスファンチャンネル、どうも小柳です。お願いします。藤井小屋投手実戦復帰でございます。はい、ということで、よかったですね。本当にね、藤井小屋投手が、7月の9日ですね、4軍戦にて実戦復帰いたしました。藤井投手と言いますとですね、交流戦のあの巨人戦ですね、で緊急降板いたしまして、後日ですね、MRI の検査の方をしましたら、左内腹斜筋の肉離れということで、左脇腹の肉離れですね、の方を患ってしまいまして、全治4週間からね、5週間という、診断が下りました。まあ、その後ですね、リハビリ組に、藤井投手は合流いたしまして、7月7日ですね、先日ですね、ファームの施設のブルペンの方で、30球の方を投球しまして、体の方に問題がなかったということでですね、7月の9日に、4軍戦で先発の方をいたしました。この試合ではですね、1回無安打無失点1奪三振ということでね、ここから徐々にね、状態上げていくというね、そのまず試運転の段階ということで、今回1イニングだけというね、形になりました。投球内容としましてはですね、ストレートとフォークのみで9球の方を投げまして、レフトフライ三振、そしてセカンドゴロということでね、無難に1イニングをね、ゼロに抑えたという形になっております。今ね、ホークスの先発投手陣がですね、7月に入ってからちょっと状態の方がね、落ちてきまして、やはり先発の駒不足っていうのもありますからね、藤井投手には早めにね、戻ってきてもらいたいなというのがね、本心ではございますが、一応本人の中ではですね、オールスター系に一軍復帰の方を目指しているということで、あと残り2週間ぐらいですか、まだありますからね、なんとかこの2週間藤井投手が戻ってくるまでね、ホークスの先発投手陣、踏ん張って、なんとかね、上位の方にいる状態でね、オールスターブレイクに入っていきたいというね、そういう状態でございますけども、まずこの段階でね、藤井投手が、なんとか無事ね、実戦復帰してくれたということで、まずは一安心だと思いますけどね、ここからね、本当にあの状態上げてって、またね、前半戦みたいに、しっかりね、ローテーション入って、勝ち星の方をね、上げてもらえればね、よりホークスが優勝に近づくと思いますんで、ぜひね、そうなる姿を、我々もね、期待して、藤井投手をね、待ちましょうね。本日の動画は以上でございます。バイバイ。